皆さんこんにちは。レック専任講師の木村真由美と申します。今日は土地家屋調査士という資格試験について、レックでの講座のご案内ということになります。15分くらいの短いガイダンスになりますので、ぜひ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい、15分ということでね、もう短い時間でギュッとね凝縮させてご案内させていただこうと思うんですけれども、まずは順番としては土地家屋調査士ってどんな仕事をしている人たちなのというところから、じゃあ土地家屋調査士試験ってどんな試験なのか、でその試験に受かるためにはレックでどんなカリキュラムを組んでいるのか、要はどんな講座があるのか、このあたりを皆さんにねぜひ知っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、では説明に際して使っていくパンフレットをちょっと画面に映しますね。はい、こちらが21年度の合格目標として、初級講座の土地家屋調査士試験のパンフレットになります。でお手元にある方はねもちろん見ていただいて、ない方はホームページからデジタルパンフレットといった形でね見ることもできますので、ぜひ、ご覧いただきたいと思います。はい、でまずねちょっと画面に映しますけれども、土地家屋調査士ってどんな仕事をしている人たちなの、ね、で外でこんな風にね現場を調査したり、ね、あとはこんな測量機器を覗いている人たちをね見たことがある、ね、そんな方も多いんじゃないでしょうかね。でこれ実際に測量をしている写真になります。で使う機械が測量士さんと同じなので、もちろん土地家屋調査士の先生か測量士さんか、ね、ちょっと分かりませんけれども、こういった現場の作業、これを伴います。はい、そして現場作業だけではなくデスクワーク、ね、これもあります。ね、要は全部ね自分でやらなきゃいけないということになるので、フィールドワークとそれからデスクワーク、ね、このバランスが非常にいい仕事、ね、だから逆に言ってしまうと現場に出るのが嫌だよという人は正直向いてないのかなというふうに思います、ね、でこれは何をしているのかというと、これ建物ですね。建物の調査をしています。はい、でパンフレットの5ページの右上のところにねちょっとこんな風にありますけれども、土地家屋調査士の出番です。どんな時、ね、家を新築した、はい、そうするとこんな家を建てたのでこの家登録してくださいよっていうのが、これ不動産登記ということで、これ不動産登記法という法律にのっとってこれやらなきゃいけないというふうな規定があるんです。でそれは新築をした時はもちろん、新築した後にさらに増築したなんていう場合、ね、これもやっぱり増築することによって建物の床面積っていうのはこれ増えますよね。で増築したのが2階部分だったとしたら、もともと平屋建てだったんだけれども2階建てになった、やっぱり登録した内容とこれ変わってしまうので変更してくださいよ、これもやっぱりやらなきゃいけないんです。でじゃあこれ登録って言いましたけれども、ここで不動産登記というのがね出てくるわけです。で実際にどんなものなのかっていうのを、はい、ちょっと画面見ていただいて、登記事項証明書なんて皆さんね聞いたことありますかね。これ建物の登記事項証明書です。でこれが実際に登録されている建物のこの表題部というところが物理的現況、要はどんな建物なのかっていうのがここに登記されるわけです。でその下に権利部というのがあって、ここは所有権誰が持ってるのか、で他人の権利がついてたりしないのかということが登記される。でこの権利部に関しては司法書士さんたちのお仕事で、我々はというとこの表題部という部分、ね、ここをこれだったら建物の所有者さんに代わって登記の申請といった形で、要は業務を行う、ね、これをすることができるのって土地家屋調査士だけなんだっていう話になります。
で、最初に家を建てました、新築しましたっていうふうになったら、もうまずはこれを作ってくださいというのが登記の申請として必要になる。で、これを作りました、その後にでも増築しましたっていうふうになったら、床面積、増築したことにより変わります。さっきも言ったように平屋建てだったのを2階部分増築しましたっていうふうになったら、この構造というところも変わる、ね、こういったところを変更してくださいっていうふうにお願いする登記の申請なんかいうのもあって、これもやはり我々の仕事ということになってきます、ね、で今話していることって、もちろん建物の所有者が自分でやってもいいんだけれども、当然一般の方々っていうのはそんな知識はない。だから我々土地家屋調査士が代理で行うことによって報酬をいただくというのが、まあこれ土地家屋調査士の、まあ、代表的な仕事の一つということになってきます。で今建物の事例でいきましたけれども、これが土地の場合、はい、例えば土地の利用状況を変更したなんていうことになったら、地目というところが変わります。だから変わったので変更してくださいよ。あとは土地を2つに分割して片側の土地を売りたい、広い土地を持っている人は半分使ってないんだよな、売りたいんだよな、ね、まあ、こういったこともあるでしょう。まあ、私はそんな広い土地を、ね、持っていないので、ちょっと分かりませんけれども、まあ、地主さんだったら、ね、そういうことももちろんあるでしょう、ね、そういった時に例えば1つの土地として登記されている土地をそのまま売ったからって買い主名義に所有権の移転登記っていうのができるかって言ったら、それはできない。一つの土地の一部だけっていうのはそれできないので、じゃあこれ分けましょうよっていうことで、これ分筆登記っていうのが必要になってきます。で、その分筆登記っていうのは、先ほど建物の登記事項証明書で見ましたけれども、土地にも同じようなものがあって、ね、土地の登記事項証明書、これが登記記録です、はい、でこの一筆の土地の一部だけを売った、今はこの土地の所有権持ってるのはこの人です、ね、でもこの人が一部だけ売ったから買い主さん名義にしたいんだって言ったら、その部分については登記記録を分けなきゃいけない、ね、だから売った分と残しておく分と、ね、この登記記録自体を分けてしまって、その後に所有権移転登記っていうことに必要になってきます。で、その所有権移転登記に関してはこれ司法書士さんたちのお仕事だけれども、その前提となるこの登記記録を分けるっていう部分に関しては土地家屋調査士の仕事ということになってくるので、そういった場合はこの写真のように土地の測量といったことが必要になってきます。そうするとまあ当然普通の地主さんね、これできる人なかなかいないですよね、はい、だからこういったところを仕事にしていけるということで、正直土地家屋調査士の資格というのは、まあ、これはもう一生なくならない、ね、で、まあ、皆さんが例えば試験に受かって、ね、そして開業して、ね、あとはもう自分の腕次第でこれはどん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 、ね、仕事を取っていける、ね、そんな、まあ、魅力のある資格じゃないかなというふうに思っています。で、今言った内容っていうのは、業とすることができるのはもう土地家屋調査士だけなんです。完全土地家屋調査士の独占業務、ね、だからそういった業務があるという仕事、ね、非常に素晴らしい仕事じゃないかなと思います。はい、では、まあ、ざっくりとここまでね、土地家屋調査士の仕事をお話ししましたけれども、じゃあ土地家屋調査士となるためにはどんな試験を受けなきゃいけないのか、ね、これを見ていきます。はい、パンフレットをお持ちの方は7ページですね。はい、土地家屋調査士の試験概要ということで、毎年10月の試験になります。で、どんな試験なのか、はい、ここですね。択一式の試験と、それから書式の試験
要はこの択一部分に関しては20問の五子択一の問題、これで50点満点です。で、書式の方はというと、これは土地の問題、それから建物の問題、合わせて50点満点です、ね、だからおそらく25点満点ずつの合わせて50点、ね、で、これ全部合わせて100点満点の試験ということになるんですね。で、だいたい合格率どのぐらいなのか、はい、データで見る試験傾向とありますけれども、だいたい毎年400人ぐらいの合格者を出すような試験です、ね、ですから、まあだいたい 8% ぐらいの合格率がずっと続いてきたんですけれども、最近は、まあ、受験者数の、ね、減少というところもあり、合格率これちょっと上がってます、ね、まあ、受験者数少し減っている、で、まあ、400人ぐらいの、ね、合格者を出そうと思ったら、やはりここは上がってきます、ね、だから、まあ、今は勉強し時じゃないかなというふうに個人的には思います、はい、で、じゃあどのぐらいの人たちが土地家屋調査士のとして、ね、仕事をされている中で多いのかっていうと、比較的年齢が高いんです、はい、真ん中のグラフを見てもらうと、60代、はい、31.7%、 ここ一番多いです。すごいですよね。70代も 13.9%、 はい、そして50代、40代、はい、まあ、このあたりが多くを占めている。40代、50代、60代で、40代に関してもまだまだ若いですよね、まあ、そんな業界です、はい、ですから60代でも、まあ、バリバリ働いてる先生たくさんいるので、たまに聞かれるのが、まあ、50代の方ガイダンスに来ていただいて遅すぎますよね、なんていうふうにね言いながら来られる方いるんですけれども、いや全然そんなことないですよというふうにね、これ申し上げてます、はい、で、ちなみにもう20代なんていうのは本当にレアキャラです。ね、0.3% なんていうような、ね、データが出ているので、まあ、若い方にも、ね、バンバン参入してほしい、ね、そしてどんどんこの業界盛り上げていただきたいなっていうふうに個人的には思ってます、はい、で、じゃ あ、 まあ合格率は 9% 近年では超えてるので、じゃあ大体何点ぐらい取れば合格できるのか、ね、相対評価の試験なので、やはりこのあたりが年によって変わってきます。で、100点満点の試験なんですが、パンフレットは8ページで、はい、クエスチョン2のところですね、はい、ここのデータをちょっと見てみると、少し書き加えちゃいました私、はい、過去の択一の基準点ということで、これ択一50点満点です。で、この一定の点数を取らないとこれ先に進めないというようなね、これ基準点と呼ばれる点数があって、ここに書いてあるのは択一の基準点です、ね、だからこれ令和元年は 32.5 点、13問取らないともうこれは次に進めない、ね、でもこれだけ取ったら絶対合格できるという点ではないです、ね、で、その他に私ちょっと横手書きで書きましたけれども、これ何の数字かっていうと、書式の基準点です、ね、土地と建物について1問ずつありますよというふうに先ほど言いましたけれども、書式に関してもこれ基準点というのがあって、50点満点の中で令和元年だったら33点、平成30年だったら 33.5、 平成29年に至っては36、ね、まずこれ取っておかないとやっぱり次に進めないんです。いいですかね。択一にも基準点があって、書式にも基準点があって、じゃあ両方とも超えれば合格できるのかって言ったら、そうではなくて、括弧書きで書いてある数字っていうのがこれが全体の合格点です、はい、だから最近一番高かったのが平成30年と29年、これ81点、もうめちゃめちゃ高い数値です、ね、だから80点取っても合格できない、ね、そんな年もありました。
はい、でこのガイダンスを取ってる間はまだね、令和2年の試験がまだね、実行されていないので、一番直近のもので令和元年です、ね、で 76.5、まあ、少し落ち着いたかなというところですけれども、やはり問題が優しい、難しい、ね、そこで変わってくるのが、まあ、この相対評価の試験です。だから平成30年とか29年っていうのは、まあ、皆さんね、受験生かなりね問題ができたというふうにこれ考えられます。だから81点、ね、取らないと合格できなかった、ね、でこの81点とか総合の合格点、ね、これだけでもやっぱりダメで、択一の基準点、書式の基準点、それぞれ超えた上で総合ここ超えていないと合格できないっていう、まあ、3段階の壁があるというふうに思ってください。はい、で9ページの、はい、右下のところを見ていただくと、こんなグラフを用意しました。これも、まあ、直近の令和元年の、ね、資料ですけれども、受験者数が4000人ちょっとです。でその中で択一あの基準点を突破できるのが大体半分、ここは毎年同じです、大体半分ぐらいの人が択一、ね、足切り突破で、その後にじゃあ書式の基準点、ね、これがこの年は33点でした、ね、でこれを超えると、まあこれ合計すると 65.5 点です。択一 32.5、 書式 33、 65.5、 ギリギリ超えたとしても全然足りないですよね。総合の合格点は 76.5 だったので、まあプラス10点以上が必要だ。だからどちらもまんべんなく勉強して、しっかりと点数取れるところは取っていかなきゃいけない。じゃあレックのカリキュラムはどんな風になっているのかということで、今年の初級講座の超おすすめ点です。はい、パンフレットは12ページ。はい、まあ、これが基本となってくるレックの初級講座だと思ってください。土地家屋調査士合格コースです。はい、でこの中でまず講座自体、全体構造編、それから徹底解析編というふうに分かれているんですけれども、この徹底解析編の書式対策の部分、ここが大幅リニューアルです、はい、でちょっと17ページも見ていただきたいんですが、徹底解析の書式といったことでちょっと説明、これ書いてあります、はい、で理論の教材、それから書式の教材、下の段が書式の教材になります。で書式の試験というのは長い問題の中から誰が申請人で、ね、どの土地、どの建物についてどんな登記の申請をしていくのかっていうのを読み取って、申請書を作って、そして図面を作るというのが書式の問題です、ね、だからこの部分ってやはり初めての方が多いです、ね、そうするとやっぱり1年目の人ってここが大変で挫折しちゃう人、ね、これ中にはいます。だからなるべくそういった人を出さないように講師もね、それぞれ工夫をしています。で、その部分に関して書式が問題として提供する、ね、書式の時間に問題として提供する教材が大幅リニューアルされて、ね、もう問題が一新されました。ね、だからこの部分非常に、まあ令和3年の試験を目指していただく方にとってはすごく有利だと思います、ね、でその部分がまずはリニューアルされたんだということ、それから15ページには滑らない三角定規ということで、このレックが販売している三角定規、ね、これも新しくなりました、ね、で非常に使いやすいです。でこの三角定規がリニューアルしたことに伴って、初めての三角定規という講座もね、これリニューアルしました。私がね収録しています、ね、だからまあこういった初めてのシリーズっていうものをね、受けていただいて、ここで
ね、まずはすんなりと本講義に入っていく体制をね、取れるっていうのもこれはメリットです。はい、それから計算し尽くされたカリキュラムということで、はい、さっきちらっと見ていただきましたけれども、土地家屋調査士の合格コース全体構造編、ここでまずは土台を作ります、大枠を作ります。で、細かいことはその後の徹底解析編に入ってから学んでいきます。要はここの土台に肉付けをしていくといったイメージです。で、この徹底解析編に関しては、はい、ちょっとスケジュール冊子を実際に見ていただきたいんですけれども、まあ、通学できる方はね、これはあの池袋本校、ね、東京の池袋で、まあ生講義を行っています。あとは大阪でもね、生講義ありますけれども、徹底解析に入るとこれすべて書式と理論相互学習でできるようにね、これカリキュラムを組んであります。で、これのいいところっていうのは、書式の知識を理論でも生かす、理論の知識を書式でも生かすといったことで、しっかりと知識の定着を図れるようになっています。要は理論だけ勉強していても、もちろん申請書書けるようになりませんよ。でも申請書だけ例えば丸暗記したとしても、中身しっかりと分かっていなければこれ問題に対応できませんよっていったことになってくるので、ここの相互学習っていうのは非常に重要になってきます、ね、だからそういったカリキュラムもしっかり組むことで、もう皆さんはもう講座を受講していただければ、順番通り受講していただければ、これは本試験に対応できる力が自然と身につくようになっています。もちろんやらなきゃダメですよ、ね、しっかりやっていただいた方は本試験の時にきちんとそれに対応できる力がつくようになっています。だから皆さんは信じてね、ついてきていただけるだけで大丈夫、ね、そういった、カリキュラムを組んでいますので、ぜひ、ね、皆さんと一緒にね、学習していきたいなというふうに思っています。で、もちろんちょっとね、だいぶ時間伸びちゃいましたけれども、このミニガイダンスだけではなく、まあ関東に住んでいる方は、まあよかったらね、池袋で生ガイダンスなんかも行いますので、そういったところに参加していただいてもいいですし、あとはあのちょっと長めのガイダンスっていうのもまた別に挙げてあります。そういったところで例えば無料体験できるようなね、ガイダンスも含まれています。そういったものをいろいろと見ていただいて、いろいろ検討してくださいね、他の学校のガイダンスなんかもいろいろあると思います。いろいろ見てもらって、そしてここだ、自分はここが合うなっていうふうにね、思ったところで決めていただければいいのかなと思います、ね、とにかく、少しでも興味を持っていただいた方はぜひ連絡いただいて、まあ、わからないことなんかはね、バンバン聞いていただければいいと思います。はい、ということで短い間でしたけれども、最後まで視聴していただきましてありがとうございました。失礼します。